えー、俳優、中村芽子さん死去、89歳。はい今日はですね、あのーまあ、大女優の中村芽子さんが、89歳で、まあ、肺,肺感染症で、まあ、死去されたってことで話題になってますね。で今日はこのみを、この悲しみを、まあ、視聴者の皆さんに、えー、共有するために、急遽動画を撮っていまますははいいでは今からニュースを読ませていただきます。 えー、女優の中村芽衣子さんが死去89歳、肺、えー、塞栓症で昨年12月31日に12月25日番組収録から、えー、6日後に死去したということですね、えー。女優の中村芽衣子さんが昨年12月31日に肺塞栓症で死去した89歳、東京都出身、ホリプロが7日に発表した。 葬儀はすでに密葬で執り行われ、お別れの会は後日執り行う予定。ホリプロは弊社所属の女優、中村メ子が昨年12月31日、敗俗戦症で亡くなったことをお知らせ申し上げます。89歳でした。すでに親族での密葬を済ませており、後日お別れの会を執り行う予定です。最後のお仕事は2023年12月25日の番組収録でした。 皆様におかれましては生前のご向上を深謝、えー、申し上げます。株式会社ホリプロと発表。最後の仕事は先月25日に行った番組収録だった。で、まだね、ちょっと下にもついてるんですけど、長すぎるし、面倒いんで、ちょっと端折ろうと思います。はい。でね、まあ、女優の中村美子さんなんですけど、まあ、彼女の死去について思ったのは、 このおばさん誰って思いましたね。はい、というのも、まあ、全く聞いたことのないあの女優さんなんですよこの人ってはい、まあ、女優っつっても例えば広瀬すずさんとか、まあ、橋本環奈ちゃんとかだったら、まあ、有名女優じゃないですかだからまあ彼女たちが亡くなったとかだったらあの悲しいんですけどこの中村芽衣子って人ってもう89歳のおばあちゃんだし まあ,ね、あ,のあと全く聞いたことないから、まあ、正直ねあのもう年は年だしね、まあ、どうでもいいやと思いましたね、はいまあ、しょうがないやみたいな、はい、でちなみに、まあ、中村芽衣子さんの死去が悲しいか悲しくないかって言われると、まあ、別に悲しくはないですね。それ何でかっていうと、まあ、やっぱり、まあ、先ほど言った通り、まり、あ、自分に関係ないし、はい まあ、全く聞いたことのない女優なんでね。はい。まあ別に、あの、別にどうでもいいやーって思いましたね。はい。まあ、とはいえね、やっぱ89歳とね、まあ高齢で、あの、亡くなられたんで、ご冥福を、お祈りしまーす <laughs> はい。